皆さんこんにちは。今回はいつものほのぼのした動画、ではなく、ロングレンジ7キロ失敗動画です。本来の空撮するのが目的ではなく、自分のファントムはどのくらい遠くまで飛ぶのかという自己満足動画です。ロングレンジに興味ない方には、とことんつまらない動画なのでご了承ください。天候は晴れ。風は画面左から右へ3、4メートルくらい。時より強い横風。陸と海の境を目安としてまっすぐに飛行。送信機のアンテナは90度立てて、高度は70メートルくらい置き、早送り。飛行モードをポジショニングからアティチュードに、風の影響を受けるようになり、機体は画面左から右へ徐々に流されていきます。この辺りから両方のアンテナマークに変化が現れてきました。なので送信機の方向や高さを微調整。機体の高度も70メートル台から90メートル台に上昇。海外の動画などをいろいろ見てきて、バッテリー残量が 60% で戻るようにすればギリギリ間に合うと思っていました。しかしあと少しで7000メートル。この気持ちが後に判断ミスとされます。途中で何度かアンテナマークが切れたりしますが、ここも送信機の方向や高さを微調整。ここに来て画面の遅延が発生。このままで行けばギリギリ間に合う、は、ず、で、知った。スマートローバッテリーアラーム。ここで、スマートローバッテリーアラームが発動。ホームポイントまでのバッテリーが持たないため、強制的に着陸します。取り消しできません。というメッセージ。みるみる自動で下降していき、送信機のスロットルは上げっぱなし。少し上昇しますがまた自動で下降していきます。重度の低バッテリー警告。この時、キャンセルボタンを連打しましたが、このマークが消えることはありませんでした。鳥の群れです。そんなことより、もう機体を戻すことは不可能と判断。画面がものすごく遅延しているため、機体がどの方向に向いているのとわかりません。一瞬、陸地に機体が向いたのを確認。そのまま砂浜へゴー。コマ送りではありません。遅延が半端ないです。